どうも、ティアーズオブザキングダムやっていきたいと思います。今日はゲルド高地眺望台を開放し、マップを登録してみたいと思います。この眺望台の場所についてなんですけど、全体マップから見ると、ここら辺にあります。で、行き方なんですけれども、ゲルドキャニオン眺望台から北西方向に飛んでやって歩くとたどり着くことができるかと思います。まあ、いろんな方法あるかと思うんですけれども。で、この眺望台に来て開放しようと思うんですけれど、雪に埋まってですね、まあ、入れないというふうな形になっています。こいつが目印になっていますので、こちらが正面方向なんですけれどね、入れないというふうな形です。じゃあどうするかというと、こう裏手に回ってですね、裏手に回るとこう崖になっているんですよ。崖の方行ってみますね。そうするとですね、洞窟の入り口があります。こちらです。入ってみましょうか。発見。エメラル大地の洞窟となっております。で、入るとなんですけれど、こういうふうに水が流れているんですよ。水が流れてます。で、ここら辺に板がありますね。この板1枚使ってみましょうか。ウルトラハンドで、こんな風に、ちょっとですね、こう、横方向にしてあげます。はい。で、この板をですね、この水に浮かべましょうかね。ほい。流れていくと、まあ、リンク。が乗ってあげるという風な形になっております。で、ここに岩あるじゃないですか。こいつですね。この細長い立った岩があるかと思うんですが、この裏に宝箱がありますのでゲットいたしましょうかね。ゲット。はい、ゲルドの弓となっております。で、流されていきます。で、そうするとこう滝みたいなところがありますので落ちないように注意しておいてください。うまく落ちないでいけるかな。といけたな。はい。こんな感じになっております。で、さらに進んでいくと、こう、天井が板になっている箇所があるんですよ。まあ、止まるまで待ってみましょうか。これ、上が板になってるじゃないですか。この板のところで通れるふしてやるというふうな形になります。で、通れるふうまくできるかな？できるといいなというふうな形ですね。できなくてもなんとかなる方法を教え、今回お伝えしてますので。じゃあ、通れるふうしてみましょうか。うまくいったらよかったねというふうな形にしてください。なんと、うまくいかない時があります。じゃあ、どうすればいいかというとですね。ちょっと一体ウルトラハンドにさせてください。追加の板があるんですよ。あちらが、岸っていうんですかね。陸地に行ってみます。そうするとですね。追加の板がこれですね。こいつを使ってですね。先ほどの板とくっつけてあげます。くっつける。これでいけるんじゃないかなと思います。はい。これで上を見ると多分通れるふできるんじゃないかなと思いますけど、いかがでしょうか。いけましたね。はい。そうするとこの眺望台の中に入ることができまして、こちら端末を調べると解放することができるというふうな形になっております。はい、解放できましたね。はい、解放されてます。では、マップも登録してみたいと思います。いきます。はい、地上のマップが登録されました。続いて、空の周辺マップも登録されました。はい、というわけで、眺望台開放いたしましたし、マップも登録したので、今日は以上としたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では、また次回。